宮城県仙台市の拠点に鳴子一つでかっこよく踊るを目指し、大人から子供まで日々練習に励んでおります。何よりもみんな踊るのが大好き、よさこいが大好きです、とのことです。それではお願いいたします。はい、大丈夫です。こんにちは、宮城県仙台市から行われました実況店となります。この持続性社会を呼びますので参加です。今から、いただきます楽曲は、宮城県の北総山の代表天狗の市がテーマです。天狗の市では毎年夏になりますと港祭りという会場で、この中で獅子舞が舞い踊る、和太鼓大公演という演目です。で、これからコンティニューさせていただきます奈良では、その獅子舞が舞い踊るそのイメージを振り付け、和太鼓を打ち流すような振り付けがございます。皆様に港町気仙沼の風を感じていただけるよう精一杯準備いたします。温かいご声援のほどよろしくお願い申し上げます。お前thank you。
宮城県仙台市からお越しの右京店の皆さんでした。大きな拍手でお送りください。